はい、2つ目、体が変わる時期っていうことで、とにかく怪我は気をつけろって話をしたいなというふうに思います。僕のお母さんの話あるんですけど、僕のお母さんって、養護教諭って言って小学校の保健室の先生をしてたんですね。で、栄養とか、まあ、その発達段階みたいなことは、まあ、専門的に勉強してたので、健ちゃんってこれ飲みなさいとか言って、なんか BCAA とかクレアチンとか、まあ、プロテインとかクエン酸が体にいいらしいよとかっていうので、中学校、まあ、高校の時もですね、まあ、栄養教育って言ったらなんか大体しい感じになっちゃうんですけど、こんなのがいいみたいだから買っといたからこれ飲んでみとかって言って、また感想教えてっていう感じでサプリメントとか飲んだりしてたんですね。で、それがすごく今となったら良かったなと思うんですけど、今からだと高校生ですか、15年前とか前ではないな、15年前ぐらいに BCAA とかクレアチンとか言ってる人ってほとんどいなかったんで、母ちゃんなりにすごい協力してくれたというか一生懸命物理的に離れちゃうから何かサポートできないかなっていうことでしてくれたと思うんですけど、でも結局僕はちゃんと用法用量っていう薬みたいな言い方になっちゃいますけど、そういったところをしっかりと理解できてなかった部分があって、クエン酸ですね、クエン酸って知ってますか、レモンとかに入ってる酸っぱい成分なんですけど、これがまあなんか乳酸を除去する、疲れが取れるよっていうような、ことを言われていて、で、僕は薬局でクエン酸っていうのをなんかこんな箱でこのボトルで見つけたんですよね、粉で。で、舐めたらもうとにかく酸っぱいんで、それをオブラートに包んで飲んでたんですよ。まあ、でもそしたら1日2日結構体軽くて、あ、確かにこれいいんだと思って、3日目かなんかにめっちゃ入れたんですよね。いつもの倍ぐらい入れて飲んだら、もう飲んでから10分後ぐらいに急にお腹痛くなって、やばい、これ絶対オブラート飲みすぎて、オブラートじゃなかった、クエン酸飲みすぎただろっていうのでトイレに駆け込んだんですけど、そのまま多分意識失ってて、まあ、僕的にはお腹痛ぇと思って横になってトイレの中でグーってなって、パッて目覚めてなんですけど、どんぐらい倒れたの、10分ぐらい気失ってたのかな、まあ、そんなことでバカなんですけどね、僕はこのクエン酸入れすぎた時はもう本当に死ぬかと思いましたね。で、今これ見てる皆さんにお伝えしたいことっていうのが、まあ、プロテインとか BCAA とかクレアチンとか結構調べたらすぐ簡単に出てくるし、海外メーカーが流通が結構良くなったんで手に入れやすくなったと思うんですよね。ただこれが結構ポイントというか、注意しとってほしいのが、海外メーカーっていうのが簡単に手に入るけど、それが結構外国とかだったらアメリカ製のやつとかドーピング物質がもう余裕で入ってたりするんですよね。なんでかっていうと、アスリート向けのやつはそういったアンチドーピングのものを使ってるんですけど、ただただマッチョになりたいっていう人は別にちょっとぐらいドーピングのやつ入っててもいいから、とにかく早くでかくしたい、早くマッチョになりたいっていうので、そういったドーピング物質が入ったものっていうのがあったりします。あと中国系のやつだったら漢方とかが入ってたりするんで、漢方も結構ドーピングに引っかかったりするんで、これちょっと注意しとってほしいなというふうに思います。いや、これ本当に僕も肩の怪我をして高校一時2ヶ月ぐらいできなかったのかな、そういった時期があったんですけど、結局なんかっていうと、例えばベンチプレスとかすると、ベンチプレスとかするとこう肩が前に行って、ゆっくりってこんな感じですね、猫背みたいな形になって、でも自分じゃ気づかないんですよ、ちょっとずつちょっとずつなってるんで。そしてここの、まあ、僕の場合言い方の後ろの中の方の筋肉っていうのがこう言ったらずっと伸ばされてる、まあ、ゴムゴムがこうぐっと伸ばされてる状態で、それで無理やり肩上げようとしたり引こうとしたりしてるんで、でもここ大胸筋固まってるっていうのが収縮してるんで、これ以上伸びないじゃないですか。それを無理やり後ろの筋肉 1.5 倍とか2倍くらい使ってシュート体勢作ってるような感じを1日何十球も何百球もシュートを打ったり、まあ、ゲームしてたら泳いだりするわけですよね。泳いでハンドアップしても肩が持ってかれるとか、シュートを打つときに本当これが普通なぐらい猫背になってたりとか、大胸筋の胸がこう収縮して硬くなってる、取ってしまってる状態を無理やりこう伸ばして打つんで、そりゃ動き悪い中で投げたらまたやっちゃいますよね。そういったことが積み重なって怪我しちゃって、まあ、そういった栄養に関することの話もしましたし、ストレッチとかケア大事にしてますか皆さん。僕結構情報発信してて、シュートを速くなる方法とか筋トレ系の動画とか、まあ、比較的見てもらえる回数が多いんですよね。ただストレッチ系の動画とか、ついこの間ストレッチポールの動画も出しましたけど、あれ全然伸びないっていうか見てもらえないんですよ。今小中高世代の人が僕のチャンネルを見てくれてる傾向が強いんですけど、大事に思ってないっていうことだと思うんですよね。で、
今日本代表でも手術をして帰ってきた選手っていうのが何人いるんだろう。フローターの清水選手なんかも左肩やって手術して復帰してもう一回手術して2回か3回手術してると思うし、キングフィッシャーの大川選手も肩の後ろやってて半年ぐらいやれてない、大学の時ですね、一緒にプレーしてたんでできてない時期とかもあったし、その後手術したりしてましたね。なのでやっぱり現役を続ける上でとっても大事になってくるのは、一日一日の練習時間がどれだけ多いかとか、中身の濃い質の高いものかって大事だと思うんですけど、怪我しちゃったら結局できないんで、どれだけ怪我をせずに体調管理、体のケア、心のケア含めてですね、どれだけできるかっていうのがすごく大事だと思うんですよね。これを高校時代の僕に最もやっぱ伝えたいことですね。僕も大学時代肩潰して高校からずっと痛めてる部分もあったんですけど、やっぱりインナーマッスルに対する知識がもうあまりにも少なかったりとか、回復に対する知識っていうのがあんまりも少なかった、ストレッチとかほとんどしなかったんで、それでやっぱり現役時代が短かったなっていうのがありますね。なので今これ見てくれてる皆さん、本当に今からストレッチ動画見返してください。そこ本気になれたら本当に日本代表に近づくっていうのはもう間違いないかなと思います。だって練習はみんな好きだし、シュートはみんな好きだし、まあ泳ぐのは嫌いかもしれないけど楽しいと思うんですよね。練習頑張ることって、ね、何かを練習する練習する練習する、こういう積み上げるプラスの考えも必要ですけど、まあ心を整えて不安を取り除くとか、ストレッチをして筋肉の凝りを取り除くとかっていう、そういう今いっぱいいっぱいのものを少しでも軽減していく、この引き算の考え方っていうと分かりやすいかな、こういう継続する足し算の考え方と、自分のケアをしていく部分では引き算の考え方、この2つを取り入れることってすごく大事だと思います。特に引き算、これみんながあんまり意識してないことだと思うんで、このチャンネル見てくれてる人限定じゃないかな、ぜひやっていってほしいなというふうに思います。これ長くなっちゃったな、何本かに分けるしかないな。